なでしこリーグ3連覇中で、皇后杯も制して昨季に冠に輝いた日テレ、ベレーザは8日、森英二監督、58が昨季限りで退任し、J2 東京 V の U12、U15 アドバイザリーコーチに就任すると発表した。神奈川県出身の森監督は現役時代に読売クラブ一筋でプレー。東京 V コーチやジュニアユース監督を歴任し、2015年に3度目のベレーザ監督に就任すると、1年目からなでしこリーグ3連覇を達成。皇后杯も制して昨季に冠に輝いた。